こんにちは、細中学校3年の川野です。僕は今松谷文化堂に来ています。ここには細中学校の3年生が仕事の意義ややりがいを学ぶために来ています。それでは取材に行ってみましょう。具体的にどんな仕事をしていますか？商品の場所を覚えたり、商品に値札をつけたりしています。始める前のイメージと違っていることはありますか？身の回りのことからいろいろ知っていたり、掃除などをきっちりしていたことです。実際にやってみてどうでしたか？いつも見ているより大変なことなどがあったので、知れてよかったし、まあ、お話とかも聞けて、これからのにためになることなどがあったのでよかったです。難しいと思ったことは何ですか？最初は商品の場所などがまだ全部が覚えてなかったので、お客さんに聞かれた時に分からなかったのが困ったところですかね。楽しかったことは何ですか？玄関の掃除とか鉛筆を並べたりとかです。またやってみたいですか？今度もやってみたいと思います。ぶりはいかがですか？はい、皆さん大変頑張っております。はい、朝早くから来てね、掃除をしてくれて、正しい挨拶もしてくれて、はい、喜んでみんな仕事してる。はい、最初来た時よりどう変わりました？あ、もう今日は2日目ですので、だいぶ手慣れてきましたので、はい、いいかと思います。はい、それだね。この体験を生かして将来に役立てたいと思います。以上、松谷文化堂からお伝えしました。